はい、また一冊の本をご紹介いたします。東川仁さんという方が書かれた、90日で、商工会議所から呼ばれる講師になる方法と、こういう本ですね。まあ、事業向けなんですかね、コンサルタントとか事業向けに、まあ、セミナー講師のですね、受注をするまでの、まあ、知識とか、情報が書かれている本なんですけれども、まあ、私はですね、この本の後半の方に書かれている、まあ、業界団体ですね、に向けて、セミナーですね、のご案内をするときの、企画書、の案ですね、文例なんかを参考にさせていただきました。現在ですね、建設業等のですね、業界団体ですね、同業者組合さん宛てに、社会保険料節減支援とかですね、60歳以上の、役員さんの、支給停止になっている老齢厚生年金の、支給停止解除支援なんていうですね、業務を行ってるんですけども、そういった内容をですね、組合員さん向けにですね、セミナーでやらせていただきますという、そういったセールスレターをですね、作っておるんですけれども、そういう文章を作成するときの、参考にさせていただきました。